私コメディ演じるのもすごい、もちろん見るのも大好きなんですけど、はい、演じるのも結構好きなんですけど、ただ本当にコメディ映画ってとにかく皆さん真面目にやられるの で、 です、ね、それが逆に面白いというか、ちょっとこう私も真面目にやらなきゃいけないですし、本当に現場では笑いもありながら一生懸命みんなでやってる姿っていうのは勉強になりました。耐えられないところもありましたよね、これね本当に耐えられてない時も何回かありましたでも今回の映画で剛力さんの新たな一面もこう見られたなっていうような、はい、そんな感想を持ちましたけども、ありがとうございます。そうですね、でも、はい、楽しかったです、やってて。そうです なんかすごく面白い、結構喜怒哀楽というか感情を表にすごい出す女の子だったんで、はい、まあ、結構つぼったとこはね結構しびれましたね、あれはね、いいシーンでしたね。どこまで言っていいのかわかんないですけど、はい、まあ、結構お姉系の警官の役をやらせていただいたんですけど、監督から本当に大丈夫ですかっていうのは衣装合わせの時に言われて、はい、なんか本当にファンの方とか、まあ、レコード会社の方とかそういう方に怒られないですかねって言われるぐらいめちゃくちゃお姉になりきってたっていう感じが、はい、俺もびっくりしたもんね最初ね、びっくりしたよ本当に。でもなんか一番びっくりしたのは自分で自分の心の中にいるんだと思って。あ、そうなんだ。でも結構素なの。やったんですよ。いや、あのテンションの高さは素じゃないと思うねあれ。いや、初日の時にそんな迫力で来るかみたいなね。すごかったもんね。すごい迫力で来たよ。いや、でもあんな大きいおねいるんですか。あんなセリフを言ってね、あんなセリフの言い方してセリフが終わった瞬間にハーハー言ってる役者さん見るの初めてだったもんね。そうだ、あんなに汗びっちょだったのね。めちゃくちゃ暑かったんですよ。そう、暑かったんですよ、本当に。そう、夏でね、そうで、あんなに化粧したのも初めてだっていうね。そう、でもなんか今でもちょっとまだ抜けきれてないけど。抜けきれてない。まあ抜けきれてない。本当にすごく自分の中で楽しくて、いいなって思いました。でもその楽しさとは出てたよね、演技ね。すごい楽しくて、今でも多分ゴリッさんと話すときそういう感じで言ってると思う。あ、ほんとですか。できて分かる人が確かにできますね。そう、できそうな感じで。